ワンダースクールを見ている皆さん、こんにちは。漫画家、イラストレーターの朝木です。この動画では、4コマ漫画を通して漫画を描くための知識やテクニックを教えていきます。漫画を描くとき、最初に考えなければならないのがストーリーです。このとき、大事だと言われているのが、起承転結です。聞き慣れない言葉だと思うので、詳しく説明していきますね。起承転結とは、簡単に言うと、ストーリーの順番です。起は、お話の始まり。状況や設定を説明します。承は、始まりからの続き。状況や設定を受けて、お話が進んでいく部分です。転は、お話の流れが変化する部分です。そして、結で、お話全体を締めくくります。もう少しわかりやすく、私が実際に描いた4コマ漫画を見ながら考えていきましょう。こちらが私が描いた4コマ漫画です。ケーキを買いに行った女の子に訪れるハプニングを描いてみました。1コマ目は笑顔でケーキを手にする女の子です。ここがお話が始まる起になります。ケーキを買った女の子がお話の主人公であることや、ケーキを買えたことをとても喜んでいる様子を絵やセリフで表し、女の子がケーキが大好きなことを説明しています。2コマ目では、女の子がケーキをお家に持って帰るために歩き始めます。1コマ目からお話が進んでいることがわかりますね。ここが起承転結の章の部分です。ところが、3コマ目でお話は急展開。ケーキを楽しみにしている女の子が石につまずいて転んでしまいます。お話の流れが変わる転の部分です。そして4コマ目では女の子が大好きなケーキを無事に守りきった様子を描いてお話を締めくくっています。ここが起承転結の結の部分です。つまり、この4コマ漫画を分解すると、このような形になっています。4コマ漫画を描く前に、お話をどんな流れにするか、このようにまとめてみると、スムーズに描くことができますよ。お話の作り方を覚えて、4コマ漫画を描いたら、ワンダースクールに投稿してくださいね。皆さんの投稿待ってます。